構ダイソー大きいんですよね。アメリカの日本と同じぐらい結構ドーンと開けてます。サンフランシスコのベイエリアの方なんですけど、ダイソーがアジア人多いからかダイソーがあって、でこういう靴のやつとか、なんかこういう日本の気の利いた商品思いっきり揃ってますね。おもちゃ類も多分日本で見たことあるようなものがいっぱいあります。プニュプニュウンチ売ってます。潰さないでねって書いてます。潰すためのものじゃないから、これまるで本物。ハエ付き、ハエも、なんかハエっぽくないけどついてます。ボールペンとかシャーペンとかも、もう日本にあるものそのまま同じものがこっちにも揃えられてます。で日本ならではのこういうお年玉袋、ポチ袋ですね、ポチ袋もすごい種類あります。全部入るかな、すごいね。やっぱ日本人が多いからこういうのもいっぱい用意してるんでしょうね。センスもありますね、センスもあります。すごいな、めっちゃ柄もほんまに色なる。歌舞伎とか、あとヨーヨー釣り、そうな、もしかして日本よりも種類あるんじゃない、こっちの方が。日本こんなにあったっけ、なんか100均とかって。これキーホルダーコーナーです。すごいね、もう日本って感じのキーホルダーめっちゃ揃えてます。多分これあれなのかな、アメリカ海外限定とかなのかな。日本人形持ってる。日本人形は15ドル、すごいね。誰が買うんやろ。これもすごい、アメリカのどこで使うんやって感じだけど、ただいま準備中、少々お待ちくださいと。これあれやね、何やったっけ、これ誰の部屋だっけ、なんか歌舞伎役者で。洗濯には欠かせない洗濯バサミ、クリップハンガーな、これもすごい種類ですね。食器シートとか、あと圧縮袋、衣類圧縮袋、布団も圧縮袋ありますね。あとは洗濯の、洗濯するときに使うこういうネット、ネット類もすごいいろんな種類あります。で日本のこういうお風呂を洗うためのスポンジとかも置いてますね。あとブラシ類とかもだいたい全部 1.5 ドルかな、 1.5 ドル。日本だと100円ですけど、こっちは全部 1.5 ドルスタートなんですよ。ここに表示あるんですけど、こんな感じです。まあ物によっては日本と一緒でちょっと値段が変わるって感じですね。150円の記載のやつは2ドル、250円の記載のやつは3ドル、400円のやつは5ドルって感じで、と値段が一つ一つ違います。こういうのもありました。激落ちくんならぬ落ち落ち V、 落ち落ち V っていう、あのあれですね、汚れ落とすスポンジもあります。あとはこういうコロコロ、これみんな絶対使いますよね。コロコロ、服についた毛とか取れる、絨毯についた毛とか取れるやつで、これも絶対ですね。僕らもここ初め来た時すぐ買いました。ここは食器を洗うスポンジコーナーなんですけど、食器を洗うスポンジも、もういろんな種類あります。で、なんかアメリカにもスポンジ売ってるんですけど、なんかやっぱすぐダメになったりするんですよ。やっぱ日本のこのダイソーに売ってるスポンジが本当にやっぱ日本で使ってるのと同じで、持ちよくしっかり汚れも落とせるんで、もうおすすめです。絶対もう日本のに使い慣れてる人はダイソーで買った方がいいと思います。で、お弁当箱とかもちゃんと日本仕様のものがしっかり置いてますね。お弁当に使う、なんかちょっとこう小分けできるような、これ何？ミニカップ、ミニカップみたいなのもしっかり置いてます。あ、キャラ弁コーナーなんですけど、結構ウインナーカッターセットとか、あとカップ型おにぎりとか、あとこういうハートとかお花の形とかにできるこういう機材とかも全部売ってますね。サランラップとか、あとアルミホイル、そういうのも全部ありますね。
フードランプね、こっちにもラップあるんですけども、全然あのお皿に貼り付かなくてめっちゃ使いづらいんですよ。やっぱ日本のあのクレラップみたいなあのピタッと貼り付くやつはダイソーのこういう日本のとこ来ないと手に入らない。ロゴ？ロートっていうのかな？ロートとかもあるし、これお玉とかあと挟んだりするやつ、マドラーとかもありますね。フライ返しもある。でこれお好み焼きがひっくり返したやつもあります。あとこれだ、たこ焼きのピック持ってます。こういう日本のお茶碗とかあとお味噌汁の容器とかも全部売ってますね。こういう土鍋も売ってますね。でこれはフレッシュコットン、女性はメイクするときに絶対使うと思うんですけど、あの四角いコットンなんですけど、これアメリカだとあれなんですよ、こういう丸い角張ってないな、こう丸い形のコットンとかしかなくて、なんかこういうなんか薄手の正方形ぐらいの形でしたコットンっていうのは売ってないですよね。だからダイソーに来ないとこういうのは売ってない。ダイソーかまあ日系のスーパーにしか売ってないんで、まあ、こういうのも、アメリカにはあります。アメリカっていうか、まあ、このカリフォルニア州、アジア人が多い地域にはダイソーがあるんで、そういうところには全然手に入る。でここ綿棒コーナーなんですけど、綿棒もここだけか、こんだけ種類あります。アメリカのスーパーで買う綿棒使ったことあるんですけど、もうモケモケに耳入れたらモケモケになっちゃって、もう毛渡っちゃうんですよ。もう全然あのかき出せないんで、絶対綿棒は日本製のやつの方がいいと思います。あのモケモケにならないんで。でここ洗剤コーナーなんですけど、さすがに洗剤はちょっと日本のものは置いてないですね。洗剤は日本のもの置いてなかったです。調味料、味塩コショウとかラー油、一味唐辛子とかごま塩、わさび、ドレッシング、ここにも味噌売ってます。で穀物とか玉ねぎドレッシング、お好みソース、焼きそばソースってます。うどん類も置いてるし、カレーも置いてる。でこういうなんていうの、あの砂糖のご飯みたいな、こういうパックされたご飯も売ってます。焼肉のタレも、ちゃんこ鍋も、ラーメン、味噌汁で、カップラーメン、ちょっと今少ないですけどカップラーメンも置いてますね。こういうゆかりとかのふりかけも売ってます。日本のお菓子も売ってます。まあ、やっぱりアルフォートはあの前の動画に負けたんですけど、やっぱり2ドル50セントやっぱちょっと高いですよね。やっぱチョコはちょっと高いです、全体的に。なんか持ってくるときにやっぱ冷やしとかなあかんとか、そういうのが結構費用かさむんかな、ちょっとよくわかんないですけど。コアルのマーチもあって、あとルマンドとかエリーズ。でもこれルマンドとかなんですけど、めっちゃ中入ってる量少ないんですよ。日本の多分半分ぐらいの量で2ドル、ちょっと少なめです。でポッキーも売ってます。すごい種類、いちごとか、あと極細もあるし、極細ポッキーね、いろんな種類あります。抹茶とかもあります。あとみんな好きなカプリコも置いてます。カプリコもこういうあられも売ってます。のり巻きあられ、ここら辺は全部 1.5 ドルで買えます。お酒のつまみとかもいっぱいありますね。あとはこういうカンカンとかペットボトルの日本の飲み物、濃いお茶と多いお茶ありますね。で下のこれ2リットルになるとやっぱ5ドルぐらいします。やっぱり500円600円ぐらいするのかな、値段は結構します。でこれカルピスじゃなくてカルピコっていうのがあるんですよ、こっち。カルピコって日本もカルピコっていうのかな、でもマンゴーとカルピス使えてるんだけどカルピコで、なっちゃんリンゴ、スナック系のお菓子がいっぱいあります。ボリンキーとかカラムーチョ、こっち行ったらコイケアポテトチップスとかカルビーもありますね。
これ関西だとぼんち揚げっていうの、この揚げ一番っていうのもあります。これたまに食べたくなるやつですよね。でこれがカールオブさんのやつじゃなくてカービーパフっていう名前で売られてます。これはどら焼きコーナーですね。2段あります。これ5パック粒あんで入ってますね。粒あんで入って 3.5 ドル、まあそんなに高くないですね。どら焼きだったらこのぐらいですよね。うん、ドラえもんかわいい。